はこういう隙間がドリームフェスティバル2017にご参加いただき誠にありがとうございます。この電車は写真撮影会場の伊豆箱行き近鉄ドリフェス特別列車です。お客様にお願いいたします。写真撮影会場の伊豆箱にはトイレはございません。トイレはこちらでお済ませください。左右に大きく入れることがございますので、手すり、釣りパートをお持ちになって、おけがのないようお気をつけください。
高齢者は10時35分に鈴蘭台駅を出発いたします。発車まで今しばらくお待ち願います。この電車10時35分に鈴蘭台駅を出発します。発車までしばらくお待ちください。
車は愛南駅に到着いたします。信号待ちのため一旦停車します。あらかじめご了承願います。写真撮影会についてご説明いたします。水信号場に到着しますと車庫構内へ入れ替えを行い、車庫構内で降車していただきます。電車から降車した後、まず皆様には留置車両から少し離れた場所で前景を撮影していただきます。神戸側、青側、どちら側から撮影していただいても構いませんが、車両外側にロープを張っております。ロープの外側から撮影してください。展示車両が全体見渡せる中央付近、展示車両全体が見渡せる中央付近は大変混み合うと思われます。皆様譲り合って撮影くださいますようお願いいたします。一通り撮影終わればロープを撤去し、車両近くで記念撮影と自由撮影とさせていただきます。ただし通常運行している定期列車に支障しないよう本線付近は立ち入り禁止とさせていただきます。
また車両と車両の間も立ち入り禁止とさせていただきます。皆様のご理解ご協力よろしくお願いいたします。写真撮影時間は約40分です。11時30分頃に写真撮影時間は終了となります。出発時間が遅れますと定期列車を遅らせてしまいます。時間厳守でよろしくお願いいたします。繰り返しご案内いたします。水車庫に到着いたしますと車庫構内を入れ替えし車庫構内で降車していただきます。降車後まず前傾を取っていただきます。神戸側、青側、どちら側から撮影していただいても構いませんが車両外側のロープの外で撮影してください。展示車両全体が見渡せる中央付近は大変混み合いますので譲り合って撮影してください。一通り撮影が終わればロープを撤去し自由撮影となります。通常運行している定期列車に支障しないよう本線近くまた車両と車両の間は立ち入り禁止とさせていただきます。写真撮影時間は約40分、11時30分までにこの電車にお戻りください。こちらで進行方向が変わって車庫構内に入っていきます。反対側に落ちる違う、あっちもういいかな、いやいや、どうないでしょ、電車が動きます、ご注意ください。あ、後ろ見た、お客様にお知らせいたします。降車出口は一番後衛側の車両604号車となりますが、停車後、仮設の階段を設置するため、すぐには降車できません。順次ご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。また、車内に手荷物は置いていただいても構いませんが、貴重品は必ずお持ちいただきますようお願いいたします。Thank you.